そうです、はい。野村さんどうだったですか。いやもう厳しかったです。でも野球を教えていただきましたね、うん、やってる一緒にやってる時はもう本当に苦しかったんですよ、うん、やっぱもちろん期待もされるし、まあ、監督の考えはやっぱとにかくエースと4番がしっかりすればチームは機能するっていう考え方で、やっぱりもう僕に関してはもう信頼を置いてくれてたんですけど、だからそのために頑張れって言ってくれてはいるんですけども、ただやっぱりメディアのあのぼやきのやっぱこれ僕らも見るわけです。いつももうボロクソ言われてるくらいこれどっちが本心なのか分かんなくなるじゃないですけど、だから絶対俺あのね、無視称賛非難あるじゃないですか、はい、なんか三流は無視で二流は称賛して一流は非難するみたいな、はい、俺まあもうごもっともなんだけど言い訳ちゃうかって思うとこもあるんだよ。非難する言い訳みたいな。いやだからすごいでも厳しかったんですけど、でもやっぱりその弱いなりのそのチームの戦い方とか、うんうんうん、やっぱり奇襲とか、うん、なんかやっぱり野球の戦い方とか、うんうん、そういうのは終わってみた時にすごいこう勉強になってたなっていうところで、思いましたね。山崎武さんも野茂さんになってからね、はい、もう一回ホームランになって、そうですね、オリックスの時パッとしなかったのでね、はい、そこに生き返るっていうところもあるしね。そうです、だからもちろんそのやってる時すごい厳しかったんですけど、うん、でもまあ本当にいい勉強になったなと思いました。俺野茂さん一回だけ雨で室内練習になって入れ替わる時に、はい、里崎その髪黒色だったらお前は素晴らしい選手なのにな。茶髪ガンガン茶髪だったから。そうですね。僕らも本当に茶髪髭禁止だったんで、もうやっぱり僕もやっぱ長かったんですよ、うん。結構切ってたんですけど、それでもやっぱ長い長いってやっぱ言われたりとかしてましたし、まあ本当に身だしなみは厳しかったですね。ルールはやっぱり厳しく、やっぱり組織として動かないと勝てないんだっていう考えがあったので、うん、ミーティングも長かったですか。ミーティングも長かったです、うん、まあ、特にキャンプ中なんかはもう眠いじゃないですか、疲れて、うんうん、いないですよ、寝てるやついない。寝てるやつはいなかったと思います、うん、だから当時は監督がもうホワイトボードに全部書いてくるんですよ、うんうん、それを僕がメモって、うん、バーッて持ってくるんで、しかもこれぐらいの本当にホワイトボードなんで普通の、うんうん、やっぱり書き切ったら消してくんで、うん、バーって消してくんで、うん、もうどんどんいかないと追いつけなかったんで、今だったらシャネ撮ってんじゃんって。今だったら、そうそう、ね、当時はもうちゃんと書いてましたね。もしドムさん今こうやってやっててみんなが携帯出してシャネこうやって取り出したらなんて言うんだろうね。シャネ禁止やっつって言うと思いますよ。これはもう書いて覚えるよ、絶対言ってると思います。部屋で書くんでみたいな。でもやっぱりもうそんな口答えもできる雰囲気もなんもなかったですよね。